株式会社立花百貨店は宮崎県宮崎市に本社を置き、かつて百貨店を運営していた企業である。店名、会社名は本社、本店のある宮崎市内の立花通りに由来する。宮崎県内で立花百貨店宮崎市においてボンベルタ立花を運営していた。ボンベルタはかつて属していたイオングループが展開していた百貨店の店舗ブランドである。 現在はドンキホーテに買収され、パンパシフィックインターナショナルホールディングスグループに属する。日本百貨店協会には加盟していない。1975年に倒産した旧法人時代は加盟していたと思われる。なお、ボンベルタ立花の東館7階には宮崎交通が本社を置いている。立花百貨店をはじめとする。 立花グループは有力な地元資本の共同により設立され、後に後藤家による同族経営となった百貨店を核とする企業である。1952年に会社を設立し、同年10月21日に立花百貨店本店が開店した。本店の建物は当初は立花の通りに面する地上を5階建てであったが、裏通り側にも増築し、 増築部分には地下に食料お品売り場も設置された。さらに、裏通りを隔てた場所にも店舗が建設され、既存館と連結された。立花百貨店グループは、前世紀には映画館、立花会館、スーパーマーケット、立花ストア、ホテル、各種レジャー施設などを経営し、宮崎県内において一大勢力を誇った。宮崎市民には夜九時に流される。 家一のサイレンによって親しまれていた。しかし1975年の立花百貨店の倒産によりグループの力は急速に衰退した。立花百貨店グループが宮崎市中心部に所有していた不動産は立花会館が宮崎放送、ホテルが宮崎セントラル会館など様々な企業に受け継がれた。宮崎市には1972年以降、泉や ことぶきや、ユニード、宮古式と大型店が相次いで開業し、全国的にも有数の商業激戦区となった。そのため、立花百貨店は1973年に、宮古の城市の宮古の城駅前に新規出店して、拡大路線へ舵を切った。しかし当時の宮古の城市は、全国一の大型店激戦地区として NHK に取り上げられたほどのオーバーストア状態だった。 さらに、都の城駅前の土地区画整理事業も完成前であったため、人通りはまばらでありかつ十分な駐車場を確保しなかったこと、そして、都の城大丸、中村デパート、ことぶき屋都の城店、大宮都の城店との店舗規模拡大を伴う過度な競争に敗れ、30億円を目標としていた、売上は14億8300万円にとどまり、 わずか2年後の1975年には撤退へと追い込まれた。立花百貨店宮古野城店の建物は朝日、火星サービスが12億1800万円で引き継ぎ、1975年10月17日に朝日サービスとして開店。宮古野城市では、その後、約20年間に渡りこの5店舗が競い合う状況が続いた。主戦場となる、 宮崎市でも、立花の通りにある百貨店の宮崎山形屋が、同時期に高級路線へと転換し、増収に成功したのとは、対照的に、立花百貨店のフロアや、接客態度は、旧態依然としたままで、売り上げは低迷していた。拡大路線後の1973年には、第一次オイルショックが発生して景気が後退した。翌1974年9月には、 従業員の給与の一部を商品権としたことに対し、労働基準法違反として、労働基準監督署から厳重勧告を受け、社会的信用も失いつつあった。倒産直前に大手資本の日意と全面提携に踏み切ったものの、遅期に死した状態であった。そして1975年に手形詐欺にあったことがとどめを刺し、立花百貨店は倒産した。この事件は、 資金繰りに窮した立花百貨店に全国的に暗躍していた手形パクリ屋の一味が元大義士の手引きにより食い込み1975年4月15日から同月24日までの間立花百貨店から手形割引圧線と称して立花百貨店引き受け買わせ手形47通などを採取したものであるそれ以外にも同年12月末までに 被害総額7億9604万円を超える詐欺、横領、恐喝などの事件が立花百貨店被害手形詐欺事件等捜査本部により検挙された。この事件の犯行地域は12都府県、被疑者は17人に及ぶ大規模なもので、宮崎県内でも県民に親しまれた地元資本百貨店の倒産を招いたことで大きな反響を呼んだ。 立花百貨店は1976年にジャスコが支援に乗り出し、立花ジャスコ株式会社を設立。立花百貨店本店は1977年に立花ジャスコとして再オープンした。1982年には会社構成計画を集結し、立花ジャスコ株式会社と合併した。存続会社は立花ジャスコであるが、 称号は株式会社立花百貨店とした。1988年4月24日には本店を全面的に改築した上でイオングループの百貨店、ボンベルタ立花としてをオープンした。若者と10年以下の年齢層を主なターゲットとした品揃えで、競合の宮崎山形屋と住み分けを図ったが、そのため2005年の4モール。 宮崎開業による打撃は宮崎山形屋より大きかった。1996年4月24日には宮崎県延岡市に開業した延岡ニューシティショッピングセンターの順格店舗としてボンベルタ延岡ニューシティを出店したが、わずか2年後の1998年8月20日に閉店している。2006年の宮崎山形屋の新館オープンを前に、 ボンベルタたちでは、顧客層とするキャリアウーマン向けのブランドをさらに充実させるリニューアルを行い、宮崎山形ややイオンとの差別化を図ったが苦戦し、その後は事実上、百貨店から専門店ビルへ業態転換した。またイオングループの中でも、百貨店という業態が今後も存続するのか、非常に不透明な状況であった。イオングループは、 イオンモール宮崎出店時に、ボンベルタ立花は存続させるとしていたが、結局2007年9月28日に、イオンは百貨店事業を縮小することを決定。2007年11月1日付で、クアトロエクゼキューションズが、イオンの取得している全株式を取得したことにより、イオングループから離脱した。しかし、立花百貨店を地元回帰させようという動きが起こり、 宮崎出身の生え抜きの会社役員願望、目的として県内在会に出資の呼びかけを行った結果、宮崎の有力企業であるメラ電気産業と坂下組が出資し、株式会社立花ホールディングスが設立された。そして、立花ホールディングスは2008年7月9日にクアトロエクゼキューションズの所有する全株式を取得し、立花百貨店は、 立花ホールディングスの完全子会社となった。その後は県民百貨店としてのリニューアル計画を進めていたが、リーマンショックによる不況や宮崎県でも多いを古い県内経済に大きな打撃を与えた高帝駅の発生によりその時期がずれ込んでいた。ようやくこれらの影響にめどが立ち2011年春に5年ぶりとなるリニューアルが実施された。このリニューアルでは 100円ショップダイソー産業の新業態、ダイソージャパン、東急ハンズ、トラックマーケットが出展するなど、従来の百貨店業態に関わらない大胆な売り場作りを行い注目を集めた。このリニューアルが宮崎市中心市街地全体の集客にも波及効果を及ぼしたため同社の役割には期待が大きく、全国的に不振が続く地方百貨店の中でも、 検討している部類に入ると見られていた。2011年1月に県内資本であった都の城大丸が経営破綻したことにより、立花百貨店は宮崎県内で唯一の地元資本の百貨店となった。その後は、立花ホールディングスが2013年2月、ボンベルタ立花に隣接するエアラインホテルを買収し子会社化するなど経営を多角化していた。 2015年7月からは、都の城市に本社を置く、地元スーパーマーケットのハーティナが、山が地下食品売り場に出店したが、わずか2年半後の2018年2月20日をもって閉店した。これにより地下の大部分が閉鎖状態と数など、集客力の高い専門店の撤退が相次いだこともあり、業績が悪化した。2019年5月、立花ホールディングスは、 立花百貨店の営業時間を24時間に拡大することを明らかにし、宮崎県に対し大規模小売店舗立地法に基づく届出を行った。住民への説明や大規模小売店舗立地審議会の審査を経た上で、2020年1月14日からの実施を目指すとの届出であったが、立花ホールディングスは今の時点で24時間営業のテナントが決まっている。 わけではないとコメントしていた。ボンベルタ立花の看板撤去直前の東館。2020年7月31日撮影。2020年2月3日、パンパシフィックインターナショナルホールディングス参加のドンキホーテが、立花ホールディングスを同年2月1日付で買収し、グループ会社化したと発表した。これに伴い同日付で、経営陣は退任するとと,ともに、県内、 地元資本による百貨店は消滅した。同年4月中旬以降は、ボンベルタたちの営業を続けながら、改修を行い、11月中旬頃に、ディスカウントストアのドンキホーテを各店舗とする複合商業ビルとして、リニューアルオープンする予定と公表された。宮崎日日新聞など一部の報道機関では、同年3月末でボンベルタたちを閉店すると、 報じられていたが、その報道について当初、ピート立場の百貨店は否定していた。しかし、ボンベルタはイオン株式会社が管理する商標である、ため、ドンキホーテの買収により店舗名変更は避けられない状況となった。その後、5月末には、地下1階地上3階部分は直営売り場と、大塚家具などの商業テナントが退去して閉鎖され、 その他の木沢橋においても一部残る売り場が順次退去が進んだため、百貨店としてのボンベルタ立花は閉店すると見られていた。さらに7月末には、地元マスコミにより、屋上看板の撤去と店舗名変更が報じられた。翌8月には一部営業していた百貨店の売り場が閉鎖し、屋上看板が撤去され、結果的にボンベルタ立花は閉店した。 同年8月にはショッピングセンターの新名称が宮崎七色に決定し11月中旬にメガドンキホーテ宮崎立花通り店を各店舗としてリニューアルオープンすることが発表されたドンキホーテの複合商業施設ブランド七色としては九州発出店ドンキホーテは宮崎県内で4店目となるギフトサロン立花ストアはかつて宮崎県内で スーパーマーケット、コンビニエンスストア、ディスカウントストアを展開していた企業。スーパーマーケット、立花ストア、コンビニエンスストア、ハピーマート、ディスカウントフードストア、サンスポットを展開していた。ハピーマートはすべて直営だが店長はおらず、本部の統括が1日1回全店を回って管理していた。あらりは約24%で、 競合の緩やかな地域に出店していた。サンスポットもすべて直営店で、売り場面積は平均約230平方メートル生鮮食品を強化しており、夜間10時まで営業していた。夜間勤務のパートを除けば店長以下全員が女性であった。あらりは約14%で競合の激しい地域に出店していた。地名は当時のもので、 書き店舗以外にも存在していた。ありがとうございます。